元ヤクルトフルタツヤ、通算打率.294/.297安打。これ地味にすごいよな。右打ち鈍足やしな。大社の捕手で2000安打は頭おかしい。褒め言葉。キャッチャーの存在感は Y が見た中でトップやな。歴代通算打率多分右打者めちゃくちゃ強打者やな。ここ最近村神様がいれば無能高津でも連覇できたって論をよく聞くけど、その論が通るならノムに対してもキャッチャーでこんな成績残すやっこいれば空優勝できるって言えちゃうよな。実際に高津が無能かどうかは別にして、守備、頭脳、リーダーシップとかの面で目立っていたから相対的に打者評価は薄かった気がする。実際にプレーしてるのが選手である以上、監督が無能でも優勝できるってのは真理。抜擢して育てた古田とどこでも勝手に育った村上じゃそもそも監督の寄与が違う。古田も初年度.250だけど巧みなバッティングだったし、翌年首位打者取れたし、守備の瞳宮本の2000安打もしかり、1年目からキャッチャーで2割5分打って2年目には首位打者取るようなやつのがよっぽどどこでも育った気もするけどな。まあそれはどうであれ、どこでも育つ逸材をちゃんと育てることはそれはそれで評価点だと思うけどな。当時の一線級捕手って今の連中とは明らか違うよな。何か今の連中は一流半揃いっていうか、あの時期2000年代がおかしかっただけやで、90年代終盤に谷繁城島が独り立ちするまで古田伊藤以外の捕手は広島の西山と中日の中村武史がまあ守備うまいかな程度で一流半とかそれ以下も多かった。3人しかいない大卒社会人の2000本達成者だからすごい。古田が試合に出られている年はヤクルトが強かった。大卒1年目に100試合出て250打つ捕手って都合はどこでも育ったんじゃないですかね。リード面はノムさんがいたから余計に伸びたってのはあると思うけど、野村から配球学んでそれを打撃に生かしたんだろう。古田と宮本慎也は不仲って言われているけど実際はそうでもないよな。古田と広沢は不仲なのに同じ芸能事務所には驚いている。二人は和解したんだってか。実質個人業だしどっちかが社長やってる会社でもなきゃ関係ないわ。普通に対談とかやってるから少なくとも社交辞令避けるほど不仲じゃないってことだろう。もともと球団が古田前面に押し出して池虎をないがしろにしたのが原因っぽいし、数十年経てば関係も変わる。古田はなんだかんだ賢さがある。古田自身野村に育てられたという言われ方を嫌がるし、このレベルまで到達した選手だと自分で成長したと言うべきやろね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは野球の速報や面白いネタを配信しています。チャンネル登録よろしくお願いします。